ジェットハット。ジェットハットという名前ついちゃったんですね。ハット編集技法なんですね。簡単かつ迅速に配信、動画を2本編集し終えましたも早く配信グリコのチョコレートギャバ、そのおまけですがおみくじがついてます。小吉、という感じですね、結構間延びしてる感じが吹きます。全て切り捨てます。テンポよく無駄のない動画になると。実際これがジェットカットした動画です。ご覧ください。グリコのチョコレートギャバ、そのおまけですがおみくじがついてます。お、出た。小吉、はい、という感じですね。明日からジェットハットブレイク無言です。見せるかなと思って見せない。という感じですね。何も伝わりません、ね、これで選択ができるんですね。メニューから削除、これだけで削除できてしまう、はいはい、またこれを選択しますね。選択して次はカットしましょうか。カットして新しいプレイを開いてそこにペースト、これで別のムービーが出来上がります。サウンドトラックだけ消してみたり、消えましたね。ムービーに追加してみましょうか。これで元のムービーの上のレイヤーに乗った形になります。そのおまけですか。いわゆるピクチャーインピクチャーができると。当然これ場所が変えられます。こんな形でクイックタイムさえあれば結構できてしまうかなと。